どうもこんにちは、ちりこです。おとちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日もトレクル動画頑張っていきたいと思います。さあ今日はですね、トレジャーマップの報酬を引いていきたいと思います。トレジャーマップ皆様お疲れ様でございました。はい、私はですね、600万ちょっと手前ぐらいだったと思います。ちょっと600万いくかなと思ったんですけど、ちょっと間に合わなかったぐらいです。はい。ということなので、早速ね、見ていきたいと思います。赤チケがね、何枚あるのかな ?2 枚ぐらいですかね。はい。赤チケは最後にしてね、引いていきたいと思います。はい。それでは、どんどん、行ってみたいと思います。これはそうですね。これが普通のエア仲間探し。ではまずはこちらから行っていきましょう。はい。あ、リンだね。なんやかんやね、この報酬ガチャは、金から赤が必ず1枚出てるんですけど、今回はどうですかね。なかなかね、よく考えたら本当にすごいことだなって思いますよね。今回はどうでしょうか。銀か、いいでしょう。はい、ここに超すごいやつがありますね。2枚ありますね。はい、激戦した超すごいやつっていうのもありますね。はい。ではこれがレア4以上いきます。さあ今回は、金から赤があるのでしょうか。はい、はい、そして皆さんいつも言っておりますが、こういうね、報酬ガチャはかぶるものです。よろしいですか。あまり期待して引くとよろしくありませんからね。はい、かぶるものと思ってね、引いていきましょう。新規が出たらラッキーです。レア4以上いきます。はい。さあ。どうかな。あー、コアラ。かわいい。このコアラはそんなにかぶってないので。嬉しいですね。はい、では行きましょう。はい、これかな。はい、まだですね。今回はちょっといけないかな。まあ、安定のクロカスさんですけど。はい。あ、3枚あるかな。超すごいやつ。3枚ありますね。はい。よしよし、いいですよ。はい。3、3。あ、ゴッティはそんなに被ってないのでいいですね。はい、はい、今回は、あ、懐かしい。懐かしい。いやー、このルフィ懐かしいですね。もう今パーフェクト3回連続とか多分できないかもしれない。当時は頑張って頑張って、本当なんか練習とかしてましたもんね。はい、今回はないかなね、さすがに。あ、え、持ってないかもしれない。ちょっと新キャラかもしれないですね。この資本は持ってないと思います。ちょっと後で見てみます。はい。
しょ。あ、今回はさすがにないかな。さあさあ、そろそろなくなってきたかな。ああ、金から赤が今回はなかったですねはい、まあまあそういうものでしょう。あ、そうそう、これねまだちょっと引いてないんですよね。あの伝説の始まり、麦わらの一味スゴフェスで新登場するキャラいずれかが仲間にできるっていうことですね。これはもう聞いていきましょう。誰が、なんか今更感ありますけどあ、ウソップだ。はいはいはい、ありがとうございます。さあそんなところかな。そうですね、あと報酬だから、あーなるほど、やはり安定の、 あの新規のキャラ、多分資本新規だと思うのですけどね。では行きたいと思います。赤チケ3枚ですが、行きますか。はい、超すごいやつ限定いきます。エースが出てくれないかな行きます。ハロウィンエースをお願いします。赤だ、赤だ、エース、あー、よし行くか。はい、持ってます。でも久しぶりに見ましたねこのルフィね。いやーかっこいいな。持っております。はい、このルフィあんまり被ってないですね、はい。で、この激戦したっていうのがどういうことですかね。あ、3月9日から、なるほど、3月15日の期間となるとどうでしょうかちょっと激戦したはちょっと最後にしようかな。はい、じゃあこちらからね見ていきましょうか。あ、これもそうですね、3月9日から。じゃあこちらからいきたいと思います。エース出ますかね、どうなんだろう。ハロウィンエース、はい、ハロウィンエースお願いします、お願いします。あー、ジャッジジャッジかぶりです。あー、やっぱそうか。はい、ではラストいきたいと思います。はい、まあね、かぶるものなんですけど、それでもなハロイエースが欲しいです。お願いします、お願い。あー、かぶっ、はい、以上になります、はい、はい。ということで、さっきの資本なんですけど、これですね、新規でした、持っておりませんでした。あー、よかった、まだ救いですねまだ救いでした。はい、ということで、まあ、入手順で見るとこのような形ですね。資本のみでした。まだね、新規がいるだけよかったと思います。フェス限もかぶりということでね。
まあまあ、こういったものですね。このようなものです。かぶるものです。がっくり。はい、皆さんはいかがでしたでしょうか。よろしければ、コメントで教えてください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、まだの方ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。